ドロンジョ様、いよいよ始まりますよ。本当にやんのかい、ぼやき。私はなんだか不安だよ。何言うてまんねん、ドロンジョ様。ビッグになるチャンスよ、おまへんか。そうですよ、ドロンジョ様。もう挑戦状は送りつけちゃいましたから、今さら止めるわけにはいかないんですよ。はい。でもさ、ぼやき。たまんだけでも大変なのに、今度は善玉全員を相手に戦うんだろう。本気なのかい？もちろんですよ。私たちがシリーズ最強の三悪だということを証明するためにも、やってまいや、善玉や、お助けまん、やっていたまいや、一発まん、いただきまんなんて奴らはもう、みんなまとめてギッタンギッタンのパッタンパッタンにしてやらねばならないんでございます。いやいや、ワイラー最強の三悪、天才ドロンボーですし、いつまでも奴らにいい格好させられへん。あら、トンズラーまで。わかったよ。お前たちがそこまで言うなら、私も覚悟を決めた。どこまでやれるかわからないけど、善玉の奴らを、のめして主役の座を奪い取ってやろうじゃないか。ドロンジョ様、そうと決まれば、ブヤッキー、トンズラ、さっさとメカの支度をするんだよ。タイムボカンシリーズの真の主役がドロンボーだっていうことを全国に知らしめてやろうじゃないか。アンホール先生、ボカンと一発ドロンボー。ねえ、ぼやっき、はい、今回はどんなメカで戦うんだい？早く見せておくれよん。やだなあ、もうドロンジョ様ったらすぐ後ろにあるじゃないですか。あらタイムガイコッツ、シャレコーベカー、アンドロメダマゴ、タイムラクーダ、それにシャレ神戸バギーにデンデンメカまで。えらいドロンジョ様、よう覚えてまんの。でもさ、これって昔使ってたメカばっかりじゃないか。こんな使い古しのメカで大丈夫なのかい？この古いボディはいわば善玉を油断させるためのもの。中身は最新メカを満載したウルトラハイテクマシンに改造してあるのです。メガトン級の超強力爆弾製造システムや、どんな攻撃にも耐えられるエネルギーシールドだって装備してるんですよ。もちろん巨大化だってできますもんやで。もはやどんな善生メカが来ようと負けるはずがありません。そんなにすごいのかい？わ、どれに乗ればいいか悩んじゃうね。ええ、それぞれいろんな特徴がありますから、好みに合ったのを選んでくださいませよ。はい。おしまい。Bye.
Yeah.
Oh.